鹿間町の愛宕山は眺望がよく、水田と水田に浮かぶ森のような屋敷林のイグネなどが織りなす大崎高度ならではの景観が望めます。江戸時代の文献にも記され、豊穣の大地として知られてきた大崎高度。張り巡らされた水路や点在するため池、水田、イグネは肥沃な農地とともにこの地独特の水田生態系を生み出しました。水路やため池、水田には河川やイグネとつながることで、魚類や貝類、昆虫類、両生類、鳥類と実に多種多様な生き物が生息しています。またそこには食べる食べられるという関係で連鎖する生態系が形作られ、カエルやトンボなどの天敵による害虫の抑制といった農業との共生関係もでき維持されています。愛宕山から見える美しい農村景観の中には、多種多様な生き物が生息しています。農業と共生して豊かな実りをもたらすこの地独特の水田生態系は、人と自然が生み出したかけがえのない宝物。大切に守り、未来へ受け継いでいかなければならないものなのです。世界農業遺産の大崎高度。人と生き物とが共生する環境が、豊かな生物多様性を育んでいます。